いや、気の合差出てきちゃいましたよ。やっぱり案の定ですね。アイススピナー、雑にアイススピナー打ってでいいか。水流連打でもワンパンできないから。おお、気の合差引っ込めてくれた、ラッキー。パオの事案を繰り出してくる。ほう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 。ガツン。あー、ガツメパオジアンだ。電気テラスタル持ってっかな。いやー、電気テラスタル持ってっかなけど、ウラウスは雑に扱っていいな。これインファ打ちます。電気テラスタルされたらランドロスで詰めればいいんで、スカーフで。えっ、安安すぎおれナウシマさん、320円必死カッコ手に入れた色違いサーフ号は使わないんですか博士。あー、マジで必死に手に入れたサーフ号はパーティーに入れてる余裕今ないですね320円ありがとう。センキュースーパーチャットじゃぞ。グレニンジャー、グレニンジャー、グレニンジャーか。裏がキノガッサだから、キノガッサに照らしたら切ったらなんとかなるから、僕アクアジェットでぶっ飛ばそう。急所に当てていく。あっ、あっ、うわあ、嘘だろ嘘だろ、マジかよ。どうしましょうね。ランドロス雑に扱ってヒートランで突破目指す感じかな。先制技打ってくんのかな相手。先制技打ってくっかな、水手裏剣打ってくっかな。うーん、まずい。わかんねえ、脳が思考を放棄した。お、ある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 ランドロス耐えれるよな。4発なら耐えれるよな、ランドロス。しゃあ、いけるぞ、ぶっ殺してやれ今すぐに。よー、こうやってな。オッケーオッケー。あとはキノガッサを地震でちょろっと削って、で、そっからヒードランクシャテラシタル切って勝てると思う。いや、勝てると思うじゃない、勝つんじゃ。さあ、自信をぶち込んでいけ。最低限ダメージを与えて、種マシンガン。あれ、ここで種マシンガンなんだね。まあ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 、もう気のなしさとかいうペラペラポケモンなんて、もうマグマストーム打つ必要すらね。打った方がいいかな、マグマストーム。いや、多分ラスターカノンで倒せると思うんだよな。外したら嫌だし、ラスターカノンにしよう。ここは草照らしたらちゃんと切ってね。さあ、草照らしたる相手の眠らせる攻撃や地鳴らし、そして種まし心眼あー、 A ボタン連打してたら相手切断して刹那のごとく消えてっちまったまた一人ポケモンバトルを引退させてしまったようじゃな。さあ、お相手先発ウーラオスを繰り出してきて、わしはランドロスを繰り出していく。威嚇で A をパックリ下げていきまして、まずトンボ返りだね。あぶねえ、痛えなこの野郎。やってくれんじゃねえかよ。相手スカーフだね。相手スカーフなんで、鉄の包みでさらに上を取りましょうと。さらに上を取っていきましょう。で、素早さが高まったら相手さすがにね、引いてくると思うんで、身代わりで OK。 ピードランを繰り出してくる。身代わりを置いていき、ドロポンかな。よし、当てていく。ナイス、ズドーン。ラスティングキャノン、ここで撃ってくる。ほう、
相手ここ照らし切ってきそうだけどな。ここ照らし切ってきそうだな相手。もう一回身代わり押すわ。それで相手が何をしてくるか。ていうか相手固くね、ドロポンでこれしかダメージ与えられないんだ。ラスティングキャニオン、これ以上これで突っ張るのはあんまり良くないな。じゃあドロポン打っていい？わし当てていく。危ね、相手ヒドラン倒させてくれたのちょっとありがたいわ。クレッセリアか、クレッセリアやだな。包みで見なくちゃ相手いけない相手が多すぎるよね。多分相手ここはあれしてくると思うんだけど、10万ボルト打ってくると思うんだけど、うん、クレッセリアやっぱきちいわ、強えこいつ。出されるだけで威圧感半端ねえ。あームーンフォースなんだ。ムーンフォースか、じゃあドラン出すしかないかな。マグマストーム打ちましょう。さあクレッセリアを引っ込めてウーラオスを繰り出してくる。こいつヒードラに草テラスタル切って、こいつ倒して、あとはお祈りだな。頼むぞ、頑張れ頑張れ。瞑想積まれるとマジできつい。マグマストーム一発打つわ。ムーンフォースで殴ってきた。あーだったら、だったらチャンスあるかもしれん、だったらチャンスあるかもしれん。ラスターカノン打ちます。レイビーを打ってくる。耐える。うわあ、やめてお願い、こんなとこで負けちゃダメ。いやまだ終わってねえよ、ポケモンバトルっていうのはよ。最後の最後まで何が起こるか分かんねえのがポケモンバトルなんだよな。解けろ、うん、で急所に当たるんだここで、まあ、最悪、うわうん、いやだったらよ、わしもフリーズドライでよ、相手のこと凍らせてもよ、相手は文句言えないはずじゃよな。凍らせればいいんだよ、簡単なことよ。冷凍ビームで凍らせたんだったらわしもフリーズドライでお前を凍らせても文句ねえよな。くらえ！いや、あと一回チャンスある、あと一回チャンスあるから本当に頼む！凍りつけ！やっぱりポケモンバトルはクソゲーなんじゃの。さあお相手先発ディンルを繰り出してくるよ。わしはランドロスを投げていけ。威嚇をペッキリ入れていく。トンボ返りだ。包みを出すぞ。余計なことすんなよディンル。うん、ステルスロックならばよし。でまあ裏のポケ的にはドロポン打ちたいかな。バイバーイ。こんなんばっかやんけ、こんなんばっか。自信言うとはここはしゃあないから。うんー、きつい。吹き飛ばし打ってきそうな感じするから自信打ったんだけど、まあカタストロフィーか。まあしゃあないしゃあない
しゃあないしゃあない。あ、ここで吹き飛ばし打ってくれるんだ。へえ。いやー、ここ包みがいいです。お願いします。包みでお願いします。シャオケーならばよし、ならばよしだ。めっちゃ荒らされちゃったぜ。パパタク神か。古代活性ブーストエナジーを発動して素早さが高まっていく。包み取っといた方がいいと思うんで、ここはこうかな。で、一回幅紙引かせればスカーフランドロスで上取れるんで、これはここでこのままでいいと思う。うん、立ち回り的には。で、マグマストーム打ちます。さっきドラポン外したんだからマグマストーム当ててくれるよね。幅紙引っ込めてウーラオスを繰り出してくる。なるほど。いや、マジできついんだがマジできついんだが、これどないしろっちゅうの。いや、これでいい。 OKOK、 これでいい、問題ない、全然いける。この封を突破するのが快感なんだよな。乗り越えろこの理不尽の壁を。剣舞、剣舞まずいな。あ、ラッキーあ、これもう勝ったわこれ勝った勝った、もう曲げる気しねえ。相手悠長だったんじゃないの、剣舞なんて。何プレミだよそれ。運だけじゃ勝てねえっていうのをよ、教えてやるよ。特攻下がったけど、どんだけわし不運なんだよ。こんなに不運でもこんなに勝てるって、まあ不運とか関係ない。あ、まずい。あ運命を乗り越えた。覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだ。対戦ありがとうございました。ドラパルト、いやー、なんかやだな。鬼火とか撃たれるとすごいやだな。でもポケモンの選択肢増えたのはいいことだな。うん、割といろんなポケモン見る気がする。いて、いて、やばくね。で、急所に当たんだよ。お前叫んじゃねえぞ。オディンのルーですか。ここで草テラスタルを切ってしまうと後々きついな。いや、でも切るか、切ろっと。切っちゃおーっと。どうなっても知らんぞ。ランドロスがスカーフなのをいいことに、こっちはこっちはもう自由自在に行動していく。相手ここドラパルトに引いてきたりすんじゃないの。なな、引いてくるだろやめんじゃねえぞこの野郎、めぶっ潰してやるよ。おれで、ドラゴンアローが抜群で入っちゃうんですけど、まあウーラオスとランドロス残しとけばなんとかなるんで、ここは甘んじてドラゴンアローを受け止めようかなと思います。ルガルガンさん3200円、頑張るでげすね。パワー3200円、ありがとうございます。センキュー、スーパーチャットじゃぞ、ありがとね。じゃあランドロスでいこうかな。相手空飛ぶポケモンいないんで、地震連打でよき。さあ、ドラパルトを引っ込めて
ディンルーを繰り出してくる。ディンルーに自信を打ち込んでいき、あと一発。まあ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 、このまま自信でディンルー倒しちゃいましょうね。で、相手視点ランドロス、多分スカーフだっていうのまだ分かってないと思うんだよね。満州挽回さん1600円、ヒロギ愛してるぜっつって1600円、ありがとう、センキュースーパーチャットじゃぞ、ありがとうね。やべえ、パオジアンやべえ。ただ上取れてんだよな多分。だからパオジアンをボコして、そっからウラオスで勝てねえかな。もう自信打つわ。いいダメージ。ドラゴンアロー耐えるかだね。耐えなさそうなんだよな。でもアクアジェットじゃ倒せないし、さすがにアイススピナー打つしかないよな。うっ、マジ今日やめるわ。もうポケモンバトル全然面白くねえ。マジで終わってるよこのゲーム。なあ終わってるよな、みんな、このゲーム終わってるよな、マジで。なあ、おいおいおー。